マさんから話聞けてよかったね。ああ、だが遠野さんはこの町に来ることもなくなってしまうかもしれないな。このままでいいのかな。今私たちは力をつけることしかできなくて、それなのにいい方法も見つけられてなくて。そうだ、正直どん詰まりだが、でもそうなら今までより何倍もやるしかねえ。がむしゃらにやって、この道は前に通じてるってそう信じるしかねえんだ。うん、ほんと参っちゃうよね。今日だけでもいろんなことあったし。ねえ、今は少し息抜きしない？甘いものとか食べてさ。だな、そうするか。あら、いらっしゃい、みんな。こんばんは、メイコさん。なんか、元気がないみたいだね。みんな、今日は相馬さんの病室に行ってたんでしょ？どんな話したの？新たのことを話してきたんだ。相馬さんの話だと。そう。もう町から出てしまったなんて、残念ね。うん。なんだか寂しいね。せっかくみんな、いいチームになれたと思ったのに。いいチーム。悔しいな。え？あ、なんていうか、カイトさんの言う通り、私も遠野さんたちといいチームになってきてるって思ってたから。みんなでずっと一生懸命やってきて、サードイベントみたいないいイベントもできた。遠野さんたちと一緒ならきっとラッドウィーケンドを超えられるって、そう思ってた。それなのに、私。あの時、何もできなかった。足から力が抜けて、もう、何もできないって思っちゃったの。でも、あの時、もしも諦めなかったら、もっとちゃんと歌えてたら、そしたら何か変えられてたのかなって。もしかして、誰かの気持ちをつなぎ止めることが少しはできたのかもしれないって。小羽。タイガさんは世界で歌ってるすごい人で。だから、ああいう結果になるのは当たり前かもしれないけど。でも、やっぱり思っちゃうの。悔しい。あの時、もっと何か、できてたんじゃないかって。こんなこと、今更考えても、どうにもならないのに。そっか。小羽は本当に、変わったね。え？